ってからさ、メイクがだんだん下手になって、なんか濃くなっちゃったり足りなかったり、顔が違うんですよね。今日はなんだろう、今日はなんか涙袋の色違くない？可愛いけど、ありがとう、みんな優しい。伝説のスマホケース、伝説のって何ですか？汚いスマホケースです、私のこちら。これ何色に見えますか皆さん？普通にまあ色はわかるか、これ普通に明るい紫色だったんですよ。本当に蛍光まではいかないけど、本当に明るい紫色の、で真っ白のケースだったんだけど、これ多分2年ぐらい携帯変えてからずっとこれだから、ずっとこれ使ってて、もう汚い、なんか茶色い、茶色い、なんだこの汚れは。そう、レニアの好きな色、紫。さつまいも、いや本当にくすんでる。なんか見慣れたからさ、慣れたけど、なんか一回友達に何そのアイフェイスみたいなの言って、その色初めて見たって言われて、くすんだ紫って言われていや全然違うよって、これ本当は明るい紫だったんだよって言ったら、え待って、ってことはめっちゃ汚いじゃんってびっくりされた。もともとくすんだ紫みたいになってるけど、ケースだけ取り替える。でもね、もう携帯変えるからいいの、私いいの、アイフェイス大好きなの。アイフェイスしか使えん、本当に。落とす、めちゃくちゃ落とすんですよ私携帯を。皆さん知ってると思うんですけど、これもあれです、シチューの中に落とした携帯です。あらゆるところに落としてます。シチューの中にも落としたし、普通に道路でも落としたし、落としてはいけないところに落としました。結構タピルの、そうタピりたい、イレブン、イレブンプロにしたい。スマホ変えてマイフェイス、迷ってる。本当はさ、可愛いケースとか楽しみたいけどさ、私楽しんじゃいけない人なの、ケースで。本当に頑丈なケースじゃなきゃ、一瞬で割る。この携帯買って何ヶ月かでもう半年もしないで割りました。割って修理出した。なんか保証入ってるんですけど、3回まで修理、その画面修理っていうか3回まで交換が可能なんですけど、2回までかな、なんか何回までか無料で、なんかお金が返ってくるみたいな感じで修理できるんだけど、その上限も越しちゃってて、もう次落としたらもう自腹っていうか全額負担になっちゃうから、もう落とせない。レイニアとツグちゃんはよく割るイメージ。確かにツグもよく常に割れてる気がする。ツグも画面保護は今は貼ってません。イレブンプロ使ってるけどめちゃくちゃ重い。そうなの？やばいじゃん、落とすじゃん私。そんなに落とすって思うじゃん。私も不思議なんだよね、呪われてる。落とさない日ないです。本当にひどい時は本当に1日にもう何十回も落とす。本当にひどい時は30回とか普通に落としてる。何なんだろうね、携帯ってすごく大事なものなのに。あ、ちょっとお水くまして。スマホ、確かに iPhone よりスマホの方が画面は割れないよね。でもやっぱ画質がいいから iPhone はやめられないです。 iPhone は水です。乾杯。アイニアからもらったコップ。一昨年かな、2年前ぐらいの誕生日プレゼントにもらいました。今年はまだね、会えてないから受け取ってないの。誰からもタンプレもらってない今年、悲しい。
会えてないから、今会いにあとかどちゃんにはリクエストした自分から、アイナには何欲しいってか、あ、かどちゃんも何欲しいって聞いてきてくれたから、アイニャには化粧品のペースファウダーっていう、さ、一番ファンデの一番最後にパタパタパタってする粉を頼みました。で、かどちゃんには眉毛を描くペンシルを頼みました。郵送、郵送はだってさ、あれお金、送料かかるじゃん。だから、でも、もら、直接がいいな。郵送より直接欲しいな。遅れてでも。リクエストしたので、この、その二人は、ちゃんと、もらう予定です。じゃあ、俺からスイッチあげる。ちょうだい、スイッチ。手に入らないの。でも私はもう本当にプレステにしますと思ってます。プレステ買うって決めた。近々買っちゃおうかなって思って、でも値段的にはプレステもスイッチも同じなんですよね。スイッチの方が古いのにプレステで高いんですよ。でも5ね、出るんだよね。でも5出たらもう高すぎて買う気しないと思うので、4買っちゃう。出る前に、出てから、5出てから4買うのはちょっとあれだから。プレステ4買っちゃった。え、マジ買ったったの、買ったったの、いいな。プレステ4、あ、スパイダーマンやりたいし、あと無双系やりたいし、ほんとはバンバンバン RPG なんていうの、なんていうの、戦う系やりたいけど操作難しいんだよね、プレステは。スパイダーマンやりたい。無双セブン面白い、ほんと。ワンピース無双、海賊無双か、海賊無双もいいなって思ってるけど。でも買ったらね、ずっとそれやっちゃいそうで、それが怖い。でもいいことだよね、何か一つに没頭する。私そういうの欲しいんですけど、でもゲームで時間使うのもなとは思うけど、買ったら絶対ハマってずっとやっちゃうと思う。誰かから借りられ、借りるの？あゆたろ、プレステ4持ってるの？洋服買わないの？洋服買わないの？なんで？なんで？いつも同じような服だから。でも買ってないですね、本当に。春服一切買ってないかも、本当に。ちょっと着る機会ないもん。これも春服ってわけじゃないけど、なんか久しぶりに着た、引っ張り出してきた。ダメージのなんかイケイケのパーカー、パーカー後ろになんか。でももう夏服じゃない、今買うなら。そんなことない。いやでも春もう外出ないでしょ絶対。もう5月からもう春じゃなくない？春まだ。なんかお久しぶりに顔見た、お顔久しぶりに見たか。久しぶり。春ってあってます。本当に春は一番その春夏秋冬の中で春が一番あっという間。夏まであと2ヶ月56。いやでもそうだよね、すぐ暑くなるよね。でも今年の春さ、冬がさ
今年新潟暖かかったから、割と雪全然降らなかったから、春はそんな暖かくならない気がするな。てか最近朝もさ夜も寒いし、今日もヒーターストーブつけたし。春はいつ頃来るのか、春はどこから来るのだろう、だってね不思議じゃないか、木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ、通学路の桜の日がいくつか芽吹いていることに、そういう感じでやってこないかな、僕たちの春。あ、カラオケ行きたい。カラオケやる？え、カラオケやっちゃう？カラオケ行きたい。私すごくもう我慢できない。家で毎日ね熱唱はしてるんだけど、やっぱりマイクを使ってカラオケで採点もつけて歌いたい。カラオケ行きたい、歌いたい曲いっぱい溜まってる。カラオケやろう、カラオケしよう、歌っちゃい、暇さえあれば歌ってるということで歌っちゃいます。もう一回やったからもうね大丈夫だよ。やり方ちょっとイヤホン持ってきますね。危ない、水こぼすところだった。こうやっていつもこぼすんだよね。ただいま、ただいま、ただいま帰りました。イヤホン持ってきました、100均のイヤホン、有能100均。100均で生きていったらさ、すごく節約になりそう。実際さ、なんかポーチとかさ、ちょっとしたそういう普通にさブランド物買ってるようなさやつとか絶対100均でにしていいと思うんだよね私化粧ポーチとかと、私一時期100均の透明のなんかプールに持ってくような透明のやつ使ってた。今はでも今はなんかねブランドの使ってなんか家からね盗んできたママからポーチ盗んできた、これ使ってない？ちょうだいって。プラダ結構いいやつをちょっと取ってきちゃいました。プラダのポーチ使ってますプラダってめっちゃいいやつじゃない？全然100均じゃなかった今使ってるのはい、配信します、刺します。でも使ってなかったからええんよ。よし、マイクの声になりましたか。あ、今日こそ夢し、え、待って、でも違うよ、夢しななかったんじゃないの。え、ちょっとまた探すってなったら絶対時間かかる。え、夢しな入ってないんじゃないの。カラオケ、あ、これか、人気ランキング1位、タッチ、タッチ歌いたい、タッチタッチ。2位、 M、 え、 M って私が歌唱力のやつで歌ったやつだ。スピッツさん、いや、スピッツさん歌いたい。最近ずっとさ、最近すごいハマってるんですよスピッツさん。もともと好きだったんですけど、また私の中でブームが来て。え、待って、私本当に個人的に空き缶パンクが歌いたい。空き缶パンク皆さん知ってますか。48グループの曲しか歌えないから
空き缶パンク歌いたい。ちょっとテンション上げたい。よいしょ。この曲を歌う。あ、すごい、これキーも変えられるんだ。あ、お、あれ始まらない。あ、あ、来た。え、すごいうるさい。あ、これちょっと遅れちゃうんだよね。ストンポン、あ、エンブティキャン待ってここわかんない発音わかんない。ちょっと始まり最悪。夢も希望もいらねえ、ぬるい言葉はくだらねえ、過去なんか言っても未来教えねえだろう。何が正しいかなんてわけ知り顔で言うなよ。大人たちは神か、自分の胸に聞いてみろ。唾を吐き捨てるみたいにいつも睨んできた。反抗的だと殴られたって生き方は変えられねえ。空き缶を蹴飛ばすように触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても迷惑なパンクを歌うぜ。めっちゃ楽しい。これカラオケ行きたくない。嘘を見逃せばいいんだ、優しくなれと言うけど、あんたは正直かい、作り笑いのふぬけ野郎。金で手に入るものなんか何も欲しくねえよ。やりたいことだけやりたいだけだ、俺に値札をつけるな。空き缶を潰してやる、魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒もなパンクでいいんじゃね。湯あたり上手に機嫌取りながら飼い鳴らされたりしないよ。綺麗ごとなんか許さないよ。泥水飲んで暴れようよ。くたばれ。あれ、ちょっと分かんなかった、ごめんなさい。めっちゃいいところなのに、一番いいところだったのに、悔しい悔しい。くたばれ。こんなちっぽけな人生、何をかっこつけてる。もうだいぶでも意味なんかね、偉そうなやつの演説なんか聞くもんか。パクロー、空き缶を蹴飛ばすように触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても迷惑なパンクを歌うぜ。あ、ちょっとやったな。伏してやる魂が入ってないなら、空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。終わった。そして声が枯れた。
私拍手得意、このめっちゃ大きく鳴らす拍手めっちゃ得意。ちょっとここにね空気を入れるとねめっちゃ大きい拍手になるの。すごいいかついけど見た目楽しかった。めっちゃ響くごめん。いや楽しい焼き缶パンク、カラオケで盛り上がる曲ですよこれは絶対に。フォーティエイトグループの中でも結構カラオケにぴったりな曲なんじゃないかなって思います。あんまり知られてないかもしれないけど、ゆきりんさんのねソロのところが本当にかっこいいんだよね。金で手に入るものなんて何も欲しくねえよねえよって、なんかちょっと裏返してフォールみたいな感じで歌うのがすごくかっこいい。ゆきりんさんの歌声聞きたい、生で聞きたい。一回ゆきりんさんのソロライブ、ソロコン行ったことあるんですけど、すっごい本当に感動した。もうかっこいいし、なんか声をさ自由自在に使い分けてる、本当に神の声。夜風懐かしい、夜風の仕業。いや本当に嬉しかったな、キリンさんと夜風の仕業を、アンジュとね3人で。夜風言っちゃう、夜風歌えるかな。もうさすごいさ声出なそう。夜風は入ってるよね。あーまた消えた、ごめんなさい。前誕生日の時もそうだった。ちょっとあるある、この携帯あるある、ごめんなさい。待って、なんで消えちゃうんだろうな。ただいま、ごめんね皆さん。ということで夜風の仕業、ごめんね。やっぱさ出てこないんだよね、 AKB でしょ。高いんだよねゆきりんさんの楽曲って。すごくゆきりんさんだからあんなにね上手に歌えるってところはある。よかぜ、ゆきりんさんさ、なんか裏声にの高さが普通の人よりもさ、なんていうの、もうそこを地声でいけるってぐらい地声がまず高い。いや言うよ、よ、あれよかぜ、なんで見つからないの？ AKB で入ってないよ、呼び捨て。なんでないのかな、ないもん。だってすごいさ昔の曲いっぱいあるのに。よ、呼び捨てファンタジー、呼び捨てファンタジーはもう、え、ラスベガスで結婚しよう入ってる。カラオケ配信、カラオケ配信になっちゃった勝手に。ラスベガスもある。じゃあじゃあもう最初に言ってた呼び捨てファンタジー歌いたい。
私優柔不断だから迷ってるとね、ずっちゃうから最初に決めた。ウカゼなかった、あるかな、あるのかな。夏した来ちゃった。呼び捨てファンタジーさー本当に楽しい。十人十色公演やりたくなる。そう、十人十色公演ではサインボールをここで投げてるんです。私の煽りからの、皆さん今からサインボールを投げてみて、せーの、ビュー。あれ、これ十年桜、え、呼び捨てファンタジーでやってたのめっちゃ前じゃない？呼び捨てファンタジーでやってたっけ？待って、10年桜じゃない？え、サインボール10年桜だった。雪つばきか。え、めっちゃ前の記憶だった。そうだ、すごく前の記憶でした。公演したいよ。いや、テンション上がってきた、歌ってたら。10年後にまた会おう。ゆかぜ本当に入ってないのかな。どうやったら出てくるんだ。でも入ってないのか、 AKB でないの。愛の毛布だ、愛の毛布は入ってる。オレンジ色の三日月が、え、待って、本当にこれもさ個人的んだけど、言い訳メイビー歌いたい。いや、ライブしたい、公演したい。もう盛り上がる曲ばっか探してる。言い訳メイビーやりたい。これはもう神曲だよね、いつになっても。しかもさ、カラオケでこれ歌うと何がいいかって、本人映像がちゃんとずっと今でもついてきてくれるところ、ついてきてくれるっていうか映してくれるところ、楽しい。本人映像だとやっぱりカラオケで本人映像だと盛り上がる。BGM のこれ変えられたんだ、めっちゃ小さくてさ。Bye.
室の窓カーテンが揺れ見た日の君はどこか大人の横顔どんな休みを過ごしていたの話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだね僕は遠くで君を見ている Maybe Maybe そんな勇気はない Probably に近いもっと確かなもの Maybe Maybe そんな勇気はないずっとこのまま片思いでいい言い訳メイビー高い言い訳メイビーフルでやったの懐かしい初期の頃フルでやってた愛しくて切なくてどうにもできなくて愛しくて切なくて僕は苦しい好きだ好きだ好きだ てかめっちゃ熱唱してたよねすっごい声量うるさかった気がするイヤホンで聞いてた人絶対うるさかったやっぱり盛り上がる言い訳メイビーは本当にライブで盛り上がる初期の頃めちゃくちゃやってませんでした NGT NGT 言い訳メイビーと大声ダイヤモンドと重力シンパシー本当にこの3つめちゃくちゃやってたどこ行ってもやってた気がするあと君好きだ最初の頃は懐かしい NGT ライブで毎回やってたよねあとマックスも絶対だし緑森も結構やってた気がするジュルクシンパシーも盛り上がるよね明日に今僕らは一つになる振りが良くないこれでしょみんなここがいいんでしょ君にって指差し待ちでしょいやそこで指差されたらもう好きになっちゃうよねならないわけがない君に君の心配何もせんなことも指差しされたい劇場公演があれば指差しもできるのに全然指差しとかしてない全然レスしてない最近君好きもさ指差しだしやっぱ指差しだよねアイドルのライブはアイドルの振り付けのいいところは中国新橋言い訳メイビーも指差しあるっけメイビーあでも言い訳メイビーも
日焼け日だ、これだ、スキッターだ、スキッター、スキッター、俺も俺も俺もってやつ。言い訳メイビー、一回ファンの方の方の観客側で見たい、コールしたい、俺もって好きすぎて。あ、希望的フレインはもうレス祭りじゃない本当に。1好きすぎ、2好きすぎ、3、4、5ぐらい好きすぎて、好きすぎて、好きすぎて、あれどういう振りだっけ、好きすぎて、好きすぎて、逆転してやってみる。え、どういうこと、ファンがステージで踊ってメンバーが見るってことそれはそういうこと言ってない、全然全然言ってない、それは。じゃあ、え、メンバーが踊ってるのをメンバーとして、あ、ファンとして見たいってこと。それはそうで踊るのきついそれはきついよ、ノリノリでもちょっと嫌だよ。でもたまにさ、振り完コピしてるファンの方いるよね、それすごいなって思う。結構さ、なんていうの、ゆっくりな曲、なんていうの、静かな落ち着いた曲とか、桜の涙とか愛のもとかの振り付け覚えてる人多い気がする。はじめまして、はじめまして、ありがとう、来てくれて。公園見たい。VR のさ、やつさ、夢品公園でもさ、出てるけどさ、見たことない。見てみたい、VR で。見たことあります？あれって本当に横からでも見えるの？横からでも、横からのメンバーとかも見れるんでしょ、こう踊ってたらさ、こう見れるんでしょ。すごいよね VR って。本当にでもさ、 VR NGT 劇場に VR のさ、カメラがその最前のど真ん中に0番のとこについてからさ、すっごいさ、最前のど真ん中の人すごい当たりみたいな感じあったけどさ、結構外れじゃない、そのドセンターのカメラついてから。あれ目の前ほんとカメラだからね、最前の、まあ、ど真ん中の人、メンバーでも踊ってて気になるもん、最前のど真ん中の人絶対邪魔だと思うでもあれがいい役割をしてるけど、最善見づらい、そう、普通に。やっぱレディース席、なんていうの、女性枠みたいな席が一番いい、女性枠のど真ん中が一番見やすいと思う。 B の11どこだろう、それ全然数字とで覚えてない、B とか。レニア見てるのに日向が釣りに来る。いや、日向はさ、なんていうの、もうさ、なんか引き込まれる、本当にアイドル、アイドル、もう本当に王道アイドルなパフォーマンスしてますよね。私日向のパフォーマンス本当に憧れてて、私研究生時代日向のアンダーをやってたことがあったんですけど、すごい日向の踊り見て真似して動画見て、定点とかでちょっと真似したりしてました、踊り方。でもね、日向の踊りは本当に誰にもできない踊りしてる。なんか手の動きが滑らかなんだよね、いちいち。でもバレエやってたっていうのもあると思うんだけど、
すごいんだよね。こうただこうやる風力とかもただこうやるだけじゃなくて、なんかこういう肩とか使ってふわーんって、それがすごい自然なのがわかる。この風力でこう、あれめっちゃいい。あとお尻フリフリもすごく上手。でもお尻フリフリは私も自信ある。お尻フリフリ系ダンス、なんかフリフリっていうか腰をグイングインみたいな回すやつ、順調すぎとか、なんだろう、腰を振るダンス好き。フリフリくねか、中井理香の夢。確かに理香ちゃんだわ。腰振り一番ダンス一番上手なのリカちゃんだった。お尻フリフリ、ラスベガスもやりたいな。めちゃくちゃやってたな、ひなたなんだ。顔も似てるしな、ひなたと。でも最近似てないんだよね。なんだろう、お互い大人になったのかな。似てる？似てないんだよ最近。ほんまひなたです。ちょっと声似てなすぎたってほんまひなたです。風力今日は似てる。お、ほんと？最近似てないと思ってたんだけど、似てるかな。でもひなたの顔も好き。なんか目が丸い人が好き。クリンって全部丸い、クリンクリンクリンってなった顔が好き。声低いひなた。はい、もう一回。はいはい。ひなたはレッスンとかの時に先生に言われたことに対しての返事とかの時、なんか謎にめちゃくちゃ張り切った低い声出すんですよね。はい、じゃあ何々やりましょう。はい、よろしくお願いします。はいなんかあれみたい、ジャンポケの斉藤さんみたいになっちゃった。はい、お願いします。こんなんじゃないから日向に怒られる。すごいね、いつもね、まだ慣れないな、未だに。ん？今日低いなって、今日も低いなってなる。はいはちょっと違うか、ジャンポケさんになっちゃった。いやでも日向は本当に完璧アイドルです、私の中。日向になりたい、日向になってみたい。コミュ力もあるし、そこも尊敬するし、尊敬するとこたくさんある。同じ一期生だけど、そのさ、低くなるのはファンの方も知ってるのかな。言っちゃダメな話なのかな。でもみんないじってるね結構。ひなたもなんかいつからかいじられキャラみたいになってますよね。なんか MC 滑りキャラみたいな。いつからか。最初全然そんなね、いじられキャラからも程遠いかったよね最初は。なんかそう考えるとみんな本当に変わったなって思う。変わったキャラ変わってないのはノエぐらいじゃない？あの元気うるさいキャラみたいな。滑り合いば滑り合いばさ、懐かしい。懐かしくもない、今年か。え、あれだよね、サラちゃんがさ、ひなたにさ、あの今年の TDC の単独コンサートでなんかサラちゃんがひなたに対して、後輩です
さらちゃんだよね、ひなたに向かって滑り刃ってあ、そうだ、もう刃ないけど、え、その時あったんだっけ、まだ。めちゃくちゃ面白かった、あの時の MC。 後輩が先輩に言う言葉じゃないよね、でもめちゃくちゃ面白かったけど、最高でした。あゆ太郎だっけ言ってたの。太郎が命名した。え、サラちゃんじゃない、サラちゃんが言ってたの、だっけコンサートの時の MC。そうだね、太郎と日向でも同じようなものっていうか同じですよ、仲間ってですよね、滑り仲間。でもすごいみんな笑ってない話で日向と太郎は笑ってるみたいな時すごいよくあるかも、考えてみれば。私本当になんか笑わないんですよね、なんかみんなが笑ってる時に笑ってないこと多い、すごい。理解してないのか感性がずれてるのか冷めてるのかわからないけど、みんなが笑ってる時に笑ってない時多いひなた話が長いあー、わかるよすごいね、オチまでがすごい、説明がすごい丁寧なんだよね、いい意味、いい言い方で言ったら、すごく丁寧、お話がすごく前置き丁寧にしてくださって、でまあ普通のことを言ってくださって、ああそうなんだって終わるそれ言いたかったんだみたいなそう丁寧なんですよ、すごく。ずっとひなたの話してる、ちょっともうやめよう。いやでもそのこの話の前にめちゃくちゃ褒めてたからひなたのこと、大丈夫だこれぐらいは。面白い、会いたくなったひなたに。でもひなたなんか最近会ってないけど、インスタとか見てるとすっごい大人びてきたなって思う私が言うセリフじゃないけど、なんか本当にひなたは幼いイメージがあった。顔がまず童顔で、本当に年よりも年齢よりも幼いく見えてたけど、前髪伸びたからかな、どんどん似なくなってくる、置いてかれる日向がどんどん可愛くなってってずっと日向の話してる。お、前髪もあるね、前髪流すとやっぱ大人っぽいね。でも私さ、ずっと前髪上げてたけど今もう前髪上げるの考えられない。今日本当朝久しぶりに前髪上げてみようかなとか思って上げてみたんだけど、やっぱなんかピンとこなすぎてやめました。いいやん、もう変わった、それは変わった、変わったで言ったら私が一番変わった。でもね、今日は本当に漏れてないんです。なんだろう、メイクがね、ま、眉毛が太いのかな、眉毛最近すごく太いんだよね。もうさ、眉毛整えてなさすぎて、もうめっちゃぶっといの、太くない？だから今出せない、整えるまで。眉毛サロン行きたいんだけどさ、最近メイクさんにも会えなくて、整えてもらうことができないから。もうほぼ描いてないもん、ペンでちゃちゃちゃってやっただけ、それでこの濃さ。
なんかおでこ広くなってない？私ハゲるのかな将来。流すこんな感じ。長いから結構もう流せるかも。いやまだ短いな、流すには髪の毛短くて。いやでも短くしよっかな。ちょっとスタッフさんにもちゃんと相談してみます。一応報告しなきゃなの。分けるのいい？でもそうだよね、前髪上げてた頃と顔が違うもんね。昭和美人。私それ絶対これじゃん、富士美体じゃん。これ昔のさ、なんていうの、お城屋さんみたいな絵の人さ、すごい富士美体じゃない？こう全部こう、あ、まあ、髪上げてて顔真っ白にして、唇ちょこん、目こんな。あ、ていて、浅野敦子さん分かんない。浅野敦子さん検索してみよう。あ、知ってます、見たことある。え、普通に女優さん。でも女優さんで言ったら私小野真知子さんに似てるって言われたことある。てかママがめっちゃ似てるんですよね、小野真知子さんに。で私お母さんにすごい顔似てるから似てるんだと思う。でもすっぴんの方が似てるかも、小野真知子さんは。すごい綺麗だよね。うん、今調べたんだけどママに似てるわ。似てるかも。え、本当？小野真知子さんは普通に嬉しい。聖児玲奈って検索し、え、嬉しい。聖児玲奈ってさ検索したら結構上の方可愛い写真ちゃんと出てきてくれる。あの昔の写真はもうだいぶ下行かなきゃ出てこない。もうバイト行ける写真はもうめちゃくちゃ下の方にねやってほしい。あ、出てきた。上の方にさ、ツイッターの今アイコンのやつのさ、いちごこう加えてるやつが出てきて、センスいい。それはこれって何、誰がさ、誰きが載せてさこうなってるんだろう。これやばい、これ本当にやめてほしい。見えないの、画面暗くするのか。じゃ眉毛どうした、本当に。バイト AKB 誰、私です。あ、あと2分で10時だ。
今日は10時になったら配信終わりにしたいと思います。眉毛細いよね。よくこんな生えたのって、もか昔眉毛がねこう上に向かってたのなのにこう下がってちゃんとそのこうなってたかこう生えてなかったなのにちゃんと下がって生えてきてくれて、もうなんだろう、なんでなんだろう、性格が優しくなったりしたのかな、顔が優しい顔になったのかも。眉毛が下がるってあるだって。うん、眉毛でかなりイメージ変わる。本当にそう思う。人って眉毛で全然顔変わる。眉毛なかったらもうなんかやばいもん。ほらやばくない？でも昔の人は結構さ眉毛こういう人いたよね。昔のヤンキーみたいな。これ流行ってた時期あったんです。眉毛全剃り、全然剃り。宇宙人みたい。ほら眉毛絶対あった方がいい。眉毛って大事だね。でもまだないよりはしっかり生えててよかったなと思う。こんだけゲジゲジだったらさ整えられるよね、ちゃんと。今度眉毛サロン行かなきゃ。昭和の元気いるんじゃない、皆さんの中でも。高校生時代全剃りしたみたいな人。今はあんまりいなそうだけど。ということで、お10時になった。今日はそろそろ配信終わりにしたいと思います。まだね、今日は筋トレがまだ終わってないから、この後は筋トレしてお風呂入ってお休みします。ということで、見てくださった皆さんありがとうございました。いきなりだったけどカラオケ配信すごく楽しかった。カラオケしたくなった。本当に俺も緊張する。お、じゃあ一緒に頑張ろう。それではありがとうございました。おやすみなさい。また配信するね。また見に来てね。どうやってカラオケするのさ、画面消すの。終了ってやつ出てこない。あ、行きます。それではありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。